少し具体的に聞きます。はい、序盤から、ね、上辺を封鎖するような展開になって、はい、右辺当てて伸びきったあたりまでの形勢をどのように、まあ、上辺の打ち方が正しかったかどうかわからないですけど、はい、まあ、実戦はまずまずかなと。作戦部っていうのは少しあったと思うんですが、はい、序盤相手の棋風のことも考えつつ何か。そうですね、はい、ある程度布石は予定通りの進行だったんですけど、はい、今右下でそのままちょっとっていう話もありましたが、はいはい、隅につけてから。そうですね、ちょっとそこで出られて薄くしてしまったので、はい、まあ、出られたところをつないでれば白が使ったと、はい、あと中央の戦いで、はい、そうですね、今回はおとといの第1局と比べて少し時間の使い方等は意識が変わってたんですか。まあ、序盤はかなり飛ばしたのでその分少し余裕はあったんですけど、はい、局面よりは、はいはい、ただまあ結局中央の攻め合いが絡んだところで時間がなくなってしまった、はい、中央の攻防で手応えをつかんでた場面があったのではというふうに。まあ、そうですね、下辺つけたり乗せたりしたあたりは、はい、まあ、つけたったらやるかなと思ったんですけど、ちょっとその後の覗きとか下跳ねとか少し頑張りすぎだったかもしれないですね。はい、ああ、そうか。その下跳ねの直前黒に2線跳ねからはわれたあたりで、はい、かなり時間を使われて、はい、2目のバッテンを払って抜いて覚悟はそのあたりでされてるんですか。そうですね、そのあたりで跳ね、はい、最後はそうですね。じゃあ上辺先ほど言いましたけど、はい、片継ぎを並んで受けていけば、そうですね、はい、時間内にその後打てれば少し残りそうなんです。まあ、2目のバッテンなら少し厚かったかもしれないですね。ただまあ、それはそれで、まあ、黒の打ち方が変わってくるので、はい、まあ、勝ってたかどうかわからないですよ。かなり細かかったと思いますけど、はい、第1局に続いての連敗ということで、はいはい、この準決勝で敗退ということになりますが、それについての感想をお願いいたします。やっぱり残念な気持ちは大きいですね。かなりかける思いが強かったですので、まあ、内容的にはまずまず2局と打ててたとは思いますけど、ちょっと優勢になってから勝ちに行っていくところが、まあ、まだちょっと実力が足りない部分かなというふうには思いました。少し通常の世界戦とは、違うルールでの、大会になっていますが、それについては。まあ、そうですね、はい、まあ、特殊なルールの中での対局だったんですけど、まあ、ちょっと時間配分も含め、なかなか思うようにいかなかった部分があります。そうですね、ちょっとこの話に少し戻らせていただくんですが、最後に2目払った後の下辺から中央あたりの攻防で、はいはい、寄せ勝負を目指さないような図が、検討陣もはっきりしたのは出てなかったんですけど、はい、おそらく左下を膨れたあたりでは寄せ勝負の方向にいってるっていう。いや、実は切って伸びるって見てなかったので、打ってる時は、はい、まあ、取られたら、元から見たらなんかだいぶ損してるような気がしたんですけど、意外と形勢自体は、まあ、結果的にはそんなに間違った判断ではなかったかもしれないですね、実戦の意味であれば。ただ、そうですね、なんかいろいろちょっとわからないところが多かったですね。はい、昨年の秋から始まった場面の支配なんですが、はい、そうですね、1回戦から3回戦まで勝ち上がって、はい、この準決勝2局戦ってという、今回の結果なんですけども、振り返っていただいてどんな、世界戦だったでしょうか。
まあ、1局目が相手6力ミスで勝ったような、まあ、こんな勝ち方だったので、はい、その勢いのまま2局目、3局目は割といい内容で勝つことができて、まあ、自分自身にとっても自信になりました。うん、まあ、そうですね、昨日の午後、おとといの午後も今日の午後も、まあ、良くなってから勝ちきるというところがまだ課題なのかなというふうには感じたので、今後また修正して臨んでいきたいなと思います。はい、私の方から以上ですので、各社さん